べて優勝のお気持ちいかがですか？とても嬉しいです。今日の手応えとしてはどういった手応え？まあ自分の思った通りに動きたので良かったと思います。結構そのまとまって動いてたように思うんですけれども、どのような戦略だったのでしょうか？まあ最初はちょっと後ろの方で溜めといて、中盤から前に出て最後でアタックかけようと思ったんで。ランク行きましたか？はい、どうですか、金子選手、このような戦略でしたけれども。やっと僕の親しいエース選手の角度になったので、もう忘れてきない、最後まで止めて止めて、最後にドカンといくっていうタイプなので、親近感上がりました。そんな金子選手、似たスタイルでしたけれども、金子選手、そちら見ていていかがでしたか？そうですね、結構牽制が続いた状態で最後はホームストレートでスプリントっていうので、ちょっと横を押し寄せるぐらいで組んでくれて、このグローブも穴開いてるんですけど、こっちのグローブもめちゃくちゃ穴開いてるんで、そこも親近感湧きました。そうなんです、いかがですか、金子選手のスタイル、これからとても嬉しい。これから目指していくのはいかがでしょうか？はい、身長は今同じぐらいですか？そうですね、164ぐらいです。全然負けてた、6センチ負けてたもん。まだまだ、はい、負けてます。高身長のね、もう身長先生言われたらもう何も言えないですよ。まだまだね、あの身長も伸びると思いますし、パワーがね、これからもっと出るような選手だと思いますので、これからの意気込み伺ってよろしいですか？これからも、まあ、上位をずっと取れるように頑張りたいです。それを踏まえて、金子選手、できるようお願いします。そうですね、もう、まあ、1回勝つと、1回取れるか。いや、結構勝てる。2回目で終わる2位ですね。はい、こうやって勝ったら、やっぱ、やる気に満ち溢れるんで、相当この伸びると思ってね。なんで、これちょっと、勢いに乗って、ガンガンに行って、すごい、今夜、いい、いいな。僕も金子さんと一緒の答えなんですけど、今日はもうお母さんに美味しいディナーを食べてもらって、食事のことしか言ってない。食事するから大丈夫です、タンパク質とかね。僕は美味しいものと健康的なものを食べて、もっと強くなっていただければなと思います。今日もよろしくお願いいたします。FIAクラス選手の宇田川選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。